はい、こんにちは、2020年5月29日、連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療の特別バージョンとしまして、感染症対策に理解のための特別バージョンとしまして、私本日船橋市議会で、新型コロナウイルス対策の質疑をいたしましたので、そのご報告をしたいと思います。ですから今日は学問的というよりも本当に生活的な、視点でやりたいというふうに思います。さて、この質疑の内容は正式には、その要約を、本日の夜か明日には桜見キャラ公式サイトに載せますので、その文書としてはまた確認できると思いますが、ほぼ同じ内容を、私が、当日本日質疑した直後ですので、その、ことで報告したいと思います。で、ネット船橋市議会の、サイトからのネット録画中継の発信は、6月2日か3日から掲載されますので、ぜひそれ以降にご覧、実際の録画中継でご覧ください。で、船橋市議会だよりでは要約版が7月の末以降に各家庭に配布されます。そして正式な議事録は8月の末ぐらいにできますので、本日はあくまでも速報とお考えください。で、まず私は質問の最初に、多くの議員が同じように、亡くなられた方への、哀悼の念と、それから、何人かの議員、私も含めて市内で頑張っておられる特に医療関係者、や福祉関係者に対する感謝の声を言いながら発言をするんですけど、私はそれに加えてナイチンゲールのことに言及いたしました。ナイチンゲールは1820年5月12日生まれでしたので、生誕200年なんですね。で、その、彼女のスクタリでの取り組み、スクタリ野戦病院でのとその後の取り組みが今の衛生対策の基本になっております。一つ紹介させていただきます。議場でもこれ発言したんですが、ナイチンゲールの看護覚書の中でこのような文章があります。室内で立ち止まっている時にかすかな風の動きが頬に感じられるくらいでなければ、看護師はその部屋の空気の清浄度について満足してはならない。これ確かに今、いろんな市議会の、会議とかで参加すると窓を開けます。そうそう、時々やっぱり頬に風を感じますね。ナイチンゲールが言ってたことってのは本当に実感できるということで、これがこれからの換気対策の基本点に150年前の彼女の提言がそのまま生かせるということです。さて、それで私は、あともう一つ紹介させていただいたのが、フローレンス・ナイチンゲール財団が世界の看護師に対するメッセージを出しているということで、これネットでも検索できますので、ぜひご覧くださいということ。私も本を書いております。本を書いたということはさすがに議場では言いませんでしたけど、書きました。さて、それでまず実は議論の第一の論点はソーシャルディスタンスについてどう捉えるかということです。で、実は1メートルなのか2メートルなのかという議論が実は非常に大きな議論としてあって、これは社会のこれから の生活のあり方に非常に大きな影響を及ぼします。厚生労働省は5月4日付の新しい生活用紙ホームページに掲載されておりますが、次のように言っております。感染防止の3つの基本、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い、で、人との間隔はできるだけ2メートル、かっこ最低1メートルというふうにしているんですね。で、一方、同じ厚生労働省系の国立感染症研究所感染症疫学センターの4月20日付の新型コロナウイルス感染症に対する積極的疫学調査実施報告要領では、このように濃厚接触者の定義を手で触れることのできる距離、目安として1メートルで必要な感染防御策なくて、患者確定例と15分以上の接触があった場合ということで、1メートル15分というのをこの基準、疫学調査の基準にしてるんですね。一般に呼びかけるのと、それから疫学調査との違うとはいえ、1メートル2メートルという基準が混在してると。ただ今世の中的には2メートルが強調される、確かにそれ緊急事態においては2メートル強調するのは効果としていいと思うんですが、
この2メートルを厳密に守ろうとすると、ほとんどこういろんな集いとかができないですね。でそれでやはりそれは最低1メートルという方にラインは合わせた方がいいんじゃないかなというふうに思うところがありまして、まあ、結局市が1メートルか2メートルかどっちかの基準を取るのかということを重要な今後の論点だということで、これを議論させていただきました。でこの結論が非常に私も質疑をしようとして、やり取りする中で面白かったんですが、さすがにいろいろいろんな諸方面を考えて、あれちょっと画面が切れてるんですかね、もうちょっと下にする、 1.5メートルと、まあ 1.5 メートルということにいたしました。市の基準、これは市が公共施設を、その再開する時の基準です。で、やはり議論があったそうです。市の、保健所の中で、まあ、医師もなんかも交えてながら公共施設の再開方針の時に何をするのかということで、まあ、2メートルが理想だけどそれだと集いができないというところで、2メートルと1メートルの中間点で 1.5 メートルというのを出したそうです。それで施設利用定数をそれで見直しまして、 1.5 メートル四方というのを面積直すと 2.25 平方メートルです。そうすると、まあ、当然施設を利用するときにはマスク着用と換気と消毒は大前提にしながらも、施設を 2.25 メートル平方メートルで割り返して、その利用定員を新たに定めるということです、ということになりました。でただ固定席でやってる市民文化ホールなど、まあ、演劇などの鑑賞とかの音楽の鑑賞なんかで固定席については、そうは言ってもこれだと多分もうちょっと減ってしまうと思うんですけど、それはこういう市松模様方針にしたということ、面白いですね。つまり斜めに、前後左右を開けると、で、まあ、横から見ると斜めに人が並んでる形の市松模様方針にするということで再開することになりました。で私の意見を含めた感想なんですが、実は、この 1.5 メートルというのは非常にある意味ではいい基準というか、全ての人が生活実感として持っている。それはなぜかというと、体育の授業の時に運動場に広がりなさいと、そして、お互い、準備体操をするために両手を広げて当たらない距離になってくださいということで、みんなぐるぐる手を回して、男の子なんかは、それで遊んでたりした、経験がありますよね。でそうすると 1.5 メートルというのは、人の腕の長さというのは、身長差個人差あるようですが、だいたい65センチから片腕の長さというのは65センチから75センチです。そうするとお互い手を伸ばして触れない距離だとちょうど 1.5 メートルなんですね。つまり皆、全ての人が原体験として持ってる、運動場で広がるとき、お互い手を手を広げたときにぶつからないようにしましょうという原体験で感覚的につかめるということで、まあ、ある意味では 1.5 メートルというのは妥協点かつ生活実感的には一番いい妥協点かなというふうに感じました。でこれで市の施設が再開されます。であと列に並ぶ、静かに並んでいるときには列に並ぶときには、まあ、お互い同じ方向を向いているわけじゃない、同じ方向を向いていて、口を合わせているわけじゃないので最低1メートルでいいであろうということになっております。さてその次、マスクに関する議論なんですが、私も現在は人のいるところではマスク着用を基本としております。ただ例えば自転車に乗って走っている時とか、まあ広い公園で歩くときには別にマスクをしてないこともありますし、まあ、外出するときにいかなる場所でもマスクをつけるという必要性はないと思っております。それでマスクに関する議論が行き過ぎたところがありまして、やはり、つけなくていい時もあるんだということで3つ指摘させていただきました。これ1、3なんですけど、1つは、小児科学医会が2歳未満はマスクが危険だと、呼吸が安定しない時にマスクなんかつけたら呼吸困難に陥るということで、むしろ有害だということを実は、最近発表したんですね。でやっぱりこれは、船橋市内、まあ、これ日本全国であってほしいんですが、の2歳未満の特に
真面目な方ほど、子供に、それを徹底させようとしてしまうと、でそれが逆効果になってしまったら悲しいですので、やはりこれは徹底してもらうように、提言しまして、これは市も徹底するというふうに言っておりました。それから次、熱中症予防のためにやはり私たちはこれからの季節こまめに水分を取る必要がある。で水分を取るときにはマスクを外しますので、ある意味ではマスクをずっとしていることの緩和効果にもつながるということで、熱中症予防のために水分の補給をしましょうということ。だからこれ3なんですけど、聴覚障害者の手話通訳の時に、聴覚障害者は口の形とか顔の表情とかも含めて読み取るわけです。でその時に一般のマスクをしてたら、逆で、それが読み取れなくなるということで、今すでにフェイスシールドと透明マスクを手話通訳者に渡しているということです。これ確認できました。じゃあ次に医療体制と研究協力についてですが、これは他の議員からもたくさん出てましたので、私が予防に留めたんですが、感染症協力病院、船橋市内では7病院あるんですが、この間ベッドを開けるために減収していると。で減収に対して国の補助が 1.6 万円しか、一次補正ではなかったんですが、最近二次補正で増やそうとしてますが、でこれに対する行政の支援が必要じゃないかということを要望いたしました。そしてもう一つが研究協力です。この研究協力については、昨日のこの講座の中で、今、新型コロナ対策に対する研究対策についてお話をさせていただいたんですが、まず前提として、日本医師会、COVID-19 有識者会議が言ってる、さすがに国民的に今、治療薬に対する研究とかの使用とかの、壺が高まっているとはいえ、やはり、研究の基本線である、利用するにあたっての基本線である、基本的な知見、はしていかなきゃいけないということを日本医師会も強調しておりますけど、それを踏まえての話なんですが、今注目されているレムデシビル、それから、ファビピラビルですね、これがアビガンです。でそれからイベルメクチンという、RNA 合成を阻害する薬剤、コロナウイルスが増殖すると RNA 合成を抑制する薬剤と、それからイベルメクチンというのは、コロナウイルスがインターフェロンの生成を阻害することを阻害を解除することによって、インターフェロンをきちんと作れるようにして、ウイルスの増殖を防ごうとする薬です。この3つが今有望視されています。ただ有望視されてるからといって今確実に、効くという結果が出てるかというと、その段階にまで至ってませんし、差がないというような、研究結果が出てるところもありますので、今すぐに全てが有効というふうに断定できないところありますけど、一番有望視されている3つの薬について紹介させていただき、さらにここはちょっと議場では、ここまで言えなかったんですが、ワクチンの、ワクチンの開発には時間かかると思うんですが、ワクチンの開発の可能性の話について、話させていただきました。それともう一つが、日本人と、においてその、感染するとそれに対抗するために抗体を作るんですね。で抗体の検査において IgM という初期抗体と後期抗体、これがこれなんですけど、初期にはこういう抗体産生で IgM というやつが出てきて、後期には、治癒している頃には IgG が出る。この IgG が出たことが免疫記憶として残って、次の2回目の感染に対して速やかに IgG を作って防御するということですね。でこの IgM と IgG の挙動が民族差とか、があり、これが一つのこれから日本の、新型コロナの対応の、戦略の基本になっていくという基礎研究を、東大の小玉さんという人がやっていて、これには全国の医師会の参加、研究協力の参加も呼びかけられているということも紹介しながら、研究協力を、には応じていったらどうかというような話をしました。それは個別的にそれぞれ判断して、なおかつ研究協力の場合には検体を提供する患者本人の同意が必要だということは前提です。それで、これは質問して分かったんですが、成田国際病院の方から、実はアビガンについては研究依頼の協力が
来てるそうです。ただそれ船橋に来てるというよりも医療機関に対して来てるので、船橋としてその情報を医療機関に提供はしたみということを聞いてますので、確かに研究協力まだ具体的に行きませんけど、そういう、協力体制を考える方向にはなってるということです。さてその次なんですが、さっき言ったことにもつながるんですが、商業施設のことです。で、商業施設についてはさまざまな今経済支援が考えられています。これは他の議員がたくさん質問しましたので、私の順番遅かったので、他の議員が聞く一般的な話は、すでに、話をされているので、やはり自分自身の特徴で、質疑させていただいたんですが、先ほど言った2メートル1メートルの議論があって、これは実は非常に商業施設には大いに関係するんですね。一つは店舗面積が狭い部屋で、個人経営で頑張っているようなところが、例えば2メートル基準の間隔を完全に要求されたら非常に、厳しいですね。小さな、飲食店とかです。で、それともう一つはレジ待ちの時のガムテープのラインなんですが、これも列待ちが非常に密というか、その列待ちの人数が多いところで2メートルやろうとすると、これも空間的に無理なところがありますから、さっき市の施設の基準で黙って待ってる時には1メートルというのが基準が出ていましたけど、ここら辺もこれはこの市の直接のその権限ではないというか、情報提供しかできないと思うんですが、最終的には商業施設の判断することになると思うんですが、市の基準がさっき言った 1.5 メートルで、列待ちの時には1メートルとなったというのは、これから、商業施設で再開していこうというところに一つの参考になるんじゃないかなと思います。そういう議論をさせていただきました。それで次、学校再開と衛生についてです。6月1日から学校を再開するという方向になってますが、その時にこれは Facebook 友達の紹介で知ったんですが、国立衛生病院の公立衛生病院の武藤さんという人が学校コロナウイルス感染症に対する学校の感染対策というものを出しております。これはネットにも公開されていて、非常に現実的で可能、学校再開にあたってできる範囲の対策が書いてありますので、これ参考にしてほしいということで、これは事前に教育委員会の方に示しました。で、すでに教育委員会の方としては学校の衛生指針を再開にあたって出してますので、この内容とそれほど非常にずれてるわけでもないので、一つの参考資料として提供しました。で、その上で換気と水分補給、さっき言ったその、マスクを時々外してもいいから熱中症予防のために授業中も含めて水分補給してくださいという話と、あともう一つ私の提案なんですが、やはりクラスごととか学年ごとに分かれてもいいので、日に1回ぐらいは深呼吸タイムと運動場に広がって深呼吸をする時間を作るべきだというふうに言いました。というのはやっぱりどうしても、時々外すように配慮するとは言っても、どうしてもマスクをずっとしていくことになりますので、やはり深い息をすることができなくなっているわけですね。で、そうすると意図的にこういうのを作った方がいいじゃないかということを提案させていただきました。これはもう2回重ねて言いますと、密にならない状態、校庭に広がって、クラスごととか学年ごとの、人数を絞った上で交代でやるという意味ですので、これは非常に教育委員会も感触としては面白いなと思っていただいたみたいで、質問してよかったかなと思っています。さて、その次に休校中の動画配信について質疑をしました。で、私は3月2日に休校してから現在に至るまで、これもその流れの一環であるんですが、前半は中学生向けの、数学の動画を31本配信しました。で、市の教育委員会としての取り組みに対して、私は自分で動画を発信しながら市の教育委員会としてもやるべきだと言ったんです。で、市の教育委員会としても、合計ちょっと正確に数えてないですが、確か20本程度を発信したんですね。で、それは各科目合わせて全部で20本です。ただ例えば私がこだわってきた数学という主要科目については実は1本だけだったんですね。3ヶ月通して1本だけでした。というのは中学校1年生向けに小6学校6年生の体積の復習の、短い動画1本だけでしたので、私は31本
自分で発信したので、その感覚からすると少なすぎるということを感じました。ただ、今後もし同じようなことが起こった時には、きちんとやってほしいですよということを今回、まあ、過去にさかのぼって、まあまあ、終わってしまったものしょうがないので、今後の時には発信してくださいよということを言いました。それから船橋市全体の動きとしては、ネット環境がない中3と小6へのタブレット配布が始まっておりまして、中3にはもう全部配布しました。そして小6には、来週明けにから配布が始まりますので、Wi-Fi 環境がないところに提供ができたので、中3と小6は手厚くなり、もう少し余ったタブレットは どの学年に配布するかはこれから決めるそうです。それから、これは、ギガスクール構想という国全体の構想の中で船橋市も予算をつけて、来年の3月には学校にタブレットを、生徒の3分の2ぐらいに配布できる形になって、これは学校用、これは自宅用ですけど、これが船橋市全体の動きです。で、あと、ウェブ配信も含めて、実はこの2ヶ月、市がその、まあ、緊急事態、体制を取っていて、市議会も あまり頻繁に会議を開かないということになる中で、やはりでも市民の声を市に届けて、そして状況を把握して発信する活動をずっとしてきました、週1、2回。で、その中での一例なんですが、例えばネット環境が、なんていうか、動画配信がなかなか教育委員会全体でやらないときに、ある小学校の保護者の方が、自分の学校だけでも、自分のクラスだけでも やらせたいと、そのために校長と話し合ってたんですね。で、まあ、結果的にそう簡単ではなかったみたいなんですが、その時に、やはり私たちが教育委員会に確認して、各学校で保護者と校長が話し合って、各学校で自主的にすることは妨げないと、教育委員会として歓迎するし、妨げないという、まあ、確認を取ったんですね。で、その確認を取ったことで、非常にその保護者の方も喜んでいただいて、校長との話し合いを、さらに継続したみたいです。ということです。それで、それで、実は、そういう保護者の方もいらっしゃったこともあって、一部の学校では、ウェブで聴会をやったりしたことも船橋市内でもあったみたいです。ということで、学校ごとに、積極的な取り組みをした、例があったみたいなんで、それを全校に共有して、あってはいけないんですけど、あってほしいとは思ってないんですが、まあ、次に同じような休校が起こったときに、活用できるようにしたらどうかということを、言いました。それで、次に、最後の、これが質問の最後なんですが、学習サポート、私は母子生活支援施設や勤労市民センターで、さまざまな事情で塾に通えない子、などに勉強を教えてまいりました。これはもう10年来やってきました。ただその10年来の取り組みがこの3ヶ月やっぱり停止してるんですね。まあそれ非常に寂しいことで、公園でこの前その母子生活支援施設で教えてる子に会ったら、早く再開してほしいなというふうに、まあ言っておりましたけど、本当に再開したいと思っております。で、それはちょっと施設との、関係とか、施設、市内の公共施設が変えられるかも含めて、まあ、再開できるときにはまたその様子を発信したいと思うんですが、今のところ中止している状態です。じゃあ市はどうだったかというと、基本的に同じように中止しました。ただ、これはちょっと嬉しかったのは、3月の末だけ学校は休業してるんだけど、子どもたちこの学習支援事業は少しやったそうです。やはり特に、そういう必要性がある子どもたちが集まっているので、全くなしの良くないということで、3月の末に少しやったということで、それはいい取り組みだなと思いました。そして再開、6月から再開する方針で、6月のすぐにではなくて、6月しばらくしたったと再開するということなんですが、その時にはやはり感染、距離を取るとかを、いろんな配慮をしながら、消毒とか換気とかしながらやるということです。ただどうしても直接教える時にはそばに行って、まあ、数学の式を書くとかそういうのが必要ですので、当然その時には、距離を、近づけてやることも当然やるということを確認いたしましたので、まあ、いい形で、市の学習支援事業も再開できると思います。それで、最後の質疑の時だったので、ここは私自身の実感も含めて、実感とか考えも含めて最後に紹介させていただいたんですけど、一つはウイルスなんですけど、今私たち非常に怖い、存在として多くの人が認識しているんですが、実は
ウイルス圏という言葉があります。私たちの生物圏、細胞たち、細胞、で成り立っている生物が生きている生物圏に並行してウイルス圏というのがあると。でまず私たち自身の体に 100兆個の腸内細菌、そして100億個の口腔内細菌、そして、1兆個の皮膚の常在菌がいるんですね。細菌とも私たち共生しております。そして、実はウイルスとも共生してますし、海の中には約100億、1リットル中に100億個も実はウイルスがいるんですね。だから細菌ともウイルスでも共生しているんです。でその一部のほんの一部のグループが非常に手強いものとして今回登場してるけど、ウイルスとは私たちは共生を目指さなきゃいけないということです。それをちょっと一言だけ言わせていただきました。それと、最終目標ですね、最終目標です。でそれと、もう一つは、ウェブ発信についてなんですが、私もさっき言ったように数学の授業をウェブで発信してるんですが、非常に矛盾を感じながらしてます。というのは実際に私が学習でリアルでこれまで見てきた子に多分そう簡単に届いてないだろうというのは、わざわざ親が意識して、時間、親も子供も意識して、ウェブ発信にアプローチして勉強しようとする子はモチベーションがもともと高い子ですね。だからできる、むしろ私 あのウェブ発信は本当は趣旨としては、得意でない子に届けたいんですが、実際は、むしろ得意な子の方が見てるんじゃないかという気もしまして、実は やった方がいいし、一部はその苦手な子を見ていただいてると思うんですが、役立ってると思うんですが、ある意味ではウェブ発信に社会全体が移行してるというのは格差を広げてる危惧があります。つまりそういう情報に積極的にアプローチする子はどんどん情報を得るけど、もともとモチベーションが低くてそういうことをしないことかにはそう簡単に届かないこともあると。そうすると、モチベーションも含めて働きかけるのはやっぱり対面だろうというふうに思ってます。だから一部これ大学教育の議論にもつながるんですが、この機会に一切一切というかそのウェブ発信を主体にしてしまうとかそういうような考えもあるんですが、やっぱり私は、ウェブ発信とリアルの対面の、授業というのは両方必要であり、対面の授業も先ほど言った換気や、当面マスク、そして、消毒など、きちんとやりながら再開できると思いますので、両方は矛盾するもんじゃないし、両方やるべきもんだろうというふうに思っていますというような質疑をさせていただきました。で最後にですが、最後にというか、で私と池田道夫さん会派を組んでますので、私の後に池田道夫さんが質疑をしましたけど、そのテーマは、右往左往した妊婦マスクの経過、と、それから、生活保護に関してちょっと市の、残念な対応があったんで、そこら辺を、問題にしました。で彼女の質疑はそうしましました。で、これは、実は共同で参加している、反貧困支え合いの、相談会で明日開かれます。でここに相談した方の生活保護対応で今回市が非常に残念な対応をしたということで、それをちょっと改善する方向に頑張ったんですけど、やはり、その原点としてこういう生活相談を明日 やりますので、もしよかったら東船橋ですので、ご覧に来ていただけるとよろしいかと思います。それと明後日は、船橋のコロナ対応ズーム会議を14時から15時でありますので、どうぞご参加ください。参加いただける方は事前にメッセンジャーとかでメールをください。で最後にこの講座の今後です。今日は、議会報告というところでちょっと 中日のように真ん中に入ったんですが、この講座、生物、遺伝子、ウイルス、免疫、医療と感染症対策の理解のためという講座で、ちょうどウイルスのところまで来てるんですが、コロナウイルスをやった後は基本的なインフルエンザウイルス、HIV、これはエイズウイルスですね。で、アデノウイルス、これは DNA ウイルスのことをやって、それから免疫系の話に行きまして、6月の上旬か、もしかしたら中旬まで行くかもしれないけど、そこまで発信していきたいと思いますので、ぜひまたどうぞご覧ください。で、本日の報告内容は、その実際の動画としてもう一回言いますと、本日報告した私の質疑の内容については、今日か明日に
まあ、文書としては発信いたしますし、6月2日3日にはネット中継としてご覧いただけますので、ぜひご覧いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。